ローブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアップデートに関して あのお話なんですけども、視聴者さんからの質問が多かったこのバーバラに関してですね、あの冒険者ランク20になってバーバラが手に入るというのが今実装されております。バーバラキラッと登場っていうやつですね、イベント。例えばこれでレベル20になってなくても、バージョンアップ後も、バーバラ救済キャラなんで、回復のね必須キャラなんで、あの冒険者ランク18以上で、また任務をやって手に入るようです。で、注意っていうか、喜べる点としては、以前のね、あの 1.0 バージョンで手に入れた方もまたバーバラ手に入るみたいなんで、これはかなり嬉しい、イベントなのかなと。逆に今冒険者ランクは19とかでギリギリバーバラ手に入ってないって人いたら、頑張ってあの11日までに手に入れて、2体バーバラをゲットするってのも手なんじゃないかなとは思います。で、日々精進、これもまた1週間ログインのね、あのアイテム手に入るようになります。で、今回タルタリアが実装されます。タルタリアピックアップと行幸とディオナと、北斗さんですね。行幸に関してはもう非常に優秀で使えるキャラなんで、タルタリア頑張って引く、あるいは行幸手に入るまで引ければなとは思いますね。行幸の動画とかちょっとまた出しますんで、よかったらぜひご検討ください。この氷ディオナがかなり優秀だと思います、僕は。はい。で、真鍮不景出ますね。天空系が出る。この天空の弓は、タルタリアにつけるためにやったのと、急増もタルタリア、要するに今回タルタリアを、どんだけやっていくかということになってくると思います。それと、氷キャラのに使えるものであったり、あとはこれ、この星5のね、武器に関してはもう間違いなく行幸さんのものになると思います。これを引ければ行幸6突にしてっていう、もうこれ行幸ガチ勢の人がね、狙っていくもんなんじゃないでしょうかね。シールド、ちょっとね、これもね、僕の次の動画で出したいと思う。で、腕試し、これをやって、持ってない人もね、タルタリアディオナとか、ちょっと一回使ってみてからガチャ引くってのもありかもしれないですね。使用感確かめてから。はい。で、次、任務。こちらなんですけども、タルタリアの任務になります。これ、デイリー報酬で手に入る、その、8回クリアすると鍵1本っていうことなんで、デイリーはね、朝5時から7時の間、で、7時から、あれが始まりますんで、デイリー、アップデート。で、それで12時か。なので、デイリーは12時まで取っておいて、先にこの任務やってから、鍵消費してからデイリーをクリアしていくのがいいのかなと僕は思います。ぜひこのストーリー、新しい任務ね、ストーリー楽しみましょう。あとは気候ですね。気候がまたリセットされます。もし気候をクリアしないって方いたらガツガツね、やっちゃってみてください。で、レベル、また報酬がね、キャラクター育てたりとかする素材とかもお金、モラも手に入ったりするんで、これは必ずやってみた方がいいと思います。あとはこの弓、黒剣、星4の装備なんで、いい武器持ってないかなってことであれば、ここら辺で代用することができると思います。おすすめは黒剣とこの弓と、砲器ですね。あと、冒険者助力パック。これ、今、ぶっちゃけ救済処置なんですけど、課金です、残念ながら。キャラクターの、全然育てきれないよっていう方とかすげえいっぱいいると思うんですよね、今。僕もそうなんで、それがこうやってお金で解決できちゃいますよ。それが今、期間限定でオフなんですよ、みたいな。そういうものになります。これがね、11月26日までの、ほぼ2週間ちょっとですね。っていうような限定商品になりますんで、よかったら検討してみてくれると。僕は別に運営の人間じゃないんで。ただ、これかなり優秀なコストパフォーマンスが高い商品となってます。はい、ということでね、1.1 バージョンアップ、これで終わりとなります。また、12月1日からは、勝利さんのピックアップもあると思いますんで、それに向けての素材集めであったりとかの期間なのかなとは、僕は思います。はい、では、また皆さん、献身ライフお送りいただければと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また会いましょう。グッバイ、ブラザー。